ティモニエル・ M ・ペレスは、ドミニカ共和国出身の元プロ野球選手。広島東洋カープでの登録名は、ティモニエル・ペレス。リセオ・アメリコ・ペレス高か,から、カープ・アカデミーを経て、1995年に、広島東洋カープに練習生として入団。1996年に支配下選手登録された。カープ・アカデミー出身の野手として、初めて一軍の実戦で本領を発揮し、 ラテン系のキャラクターも人気を博した。打撃スタイルは少々荒かったが、パンチ力はあった。守備も堅実にこなし、特に走力は優れており、控えの時は貴重なダイソーとして活躍し、一番脱車でのスタメンも数試合であるが任されている。1998年シーズン終了後には、 アレファンドロ・ケサダと共に、ポスティングシステムによるメジャーリーグ入団を目指すが、ケサダと対照的に獲得希望の球団が現れなかったため、カーアップと再契約。1999年シーズン終了後、カーアップを自由契約となり、かねてからの夢であったメジャーリーグへ移籍。ニューヨーク・メッツでは、新庄・剛ともプレーした。2004年からは、シカゴ・ホワイトソックス。 2006年はシンシナティレッツでプレーしていたが4月にセントルイスカージナルスに移籍6月にメジャー昇格したものの8月半ばにはメジャー登録枠を外された2007年はデトロイトタイガース参加トリプル A 級のトレドでプレーしメジャー昇格も果たした7月11日にはトリプル A 級のオールスターゲームに出場し4打数3安打2打点の活躍で インターナショナルリーグの勝利に貢献。MVP を獲得した。2008年は、自身初のメジャー出場なしに終わる。2009年4月に自由契約となり、メキシカンリーグのベラクルスレッドイーグルスでプレー同年8月13日には、アメリカ独立リーグのカナディアン・アメリカンリーグに、加盟するニュージャージー・ジャッカルズへ移籍した。2011年は、 再びタイガース参加トリプル A 級のトレードでプレー。2012年にアメリカ独立リーグのアトランティックリーグに加盟するロングアイランドダックスでプレーしたのを最後に現役引退。日本球界復帰の可能性について広島に戻るならコーチで。あそこの練習はしんどすぎるからと笑わせる。広島時代の同僚フェリックス・ペルドも同様日本語が得意で。 メジャー入り後の日本のテレビのインタビューにも、なかなか流暢な日本語を話していた。新庄剛や井口忠人とチームメイトだった時は、日本語で、元気ぼちぼちやな、などと会話することもあったという。また、田口総の書籍にも外国人の姿をした、日本人、ペレ、スさんとして紹介されており、書籍でも数回登場している。ありがとうございます。